クズめ、やはりお前は高柳家の恥だ。兄さん。お前が凪宗一郎か。てめえが頭か。よくそんなキモい格好で街に出れんな。だ、めっちゃ強そうだわ、こいつ。私は常に人材を求めている。戦いは数ではなく人。一人の優れた人間の力は万人をも凌駕する。え？だがお前は不合格だ、凪宗一郎。いかに力が強大といえども、お前に服する者など一人として存在しない。やめこと！逃げろこと！これは俺の流刑機構単身行神殿、ラオウ総流炎烈将。宗一郎様。この技は本来高柳家に伝わる秘伝中の秘伝。お前の使う単身行もどきなど、かつてその英知を盗み出した者の残滓に過ぎ、お前もやがて知ることになる。我が剣を盗み怪我したこの二人の兄夏目信と同じように、私の深い怒りと悲しみを。何の話だそれ。よくも。あれ、いつまで続ける気だ、マヤ。国に王は一人、部もまたしかり。他の多くの流派同様、お前たち夏目家もまた、古くは高柳より生まれた分派の一つ。部は今また、高柳のもとに帰りつつある。くだらん意地を張るのはもうよせ。この傷でよく動けるものだ。強くなったな。三つ臣、わしは。今からでも遅くはない。私の元に帰れ。あの頃のように。時は、逆には戻らぬよ、三つ臣。わしはお主を許さぬ。多くの者たちへの仕打ちも、兄を殺したことも、何よりもわしの帰るべき場所を奪ったのは他ならぬお主ではないか。ごめんなさい。執行部顧問のあなたの意見も聞かず、私が独断で隊を指揮したばかりに、本体は愚か、相良や田上まで。相手が分散したからといって、こっちまで兵力を分散するなんざ、愚の愚策だっつーの。圧倒的戦力でもって、括弧集中撃破。これ基本ね。はい。田上、生きてる？ま、いいんじゃねえの。珍しく三臣も動いてることだし。夏目は重傷。一年二人は三つ臣にとっちゃ戦力外同然。もってあと二分ってとこか。あっけねえもんだな。夏目にとっちゃほとんど永遠に近いこの二年の戦いの蹴りがたったの二分とは。それにしても下せねえな。たった二分でつく決着を、なぜ三つ臣は今の今まで。ま、三つ臣は本気で銃剣部を潰す気なんざ、はなっからなかったのかもな。問題はむしろ、今まで放っておいた決着を、なぜ今、
この時期につける気になったかだ。不確定要素だ。二つの不確定要素。会長はおそらく気づいている。王とは決して一人ではないということ。相良。俵、このマスク、お前が処分してくれ。私にはもういらぬものである。2年前、私たちが1年だった頃、あの時もそうだっただろう。王とはいつか必ず新しい王に倒されるもの。私の総竜将は間違いなくお前の探究と九尾を貫いた。今は動くことはおろか口を聞くことすらできないはずだが、マヤ、これがお前がこの男に惹かれた理由か。見えよ、私にも。人は本来体内で生じ、体内においてのみ作用するもの。だからこそ気の量には限りがある。使い続ければたとえ私といえどいずれ底をつく。だがその例外もいる。私の技のダメージを瞬時に回復させるほどの気、大気を歪めるほどの無尽蔵の気を持つ者が。お前のその気はどこから来る？マヤ、この男なら私を倒せると思ったか。この男なら、お前の兄が越えられなかった壁を越えることができると、そう思ったか。お前には、この男が竜に見えるのか。兄上。侵入生名簿にこの者の名を見つけた時はもしやと思った。何総一郎、剣吾。剣吾とはまさしく凪家の嫡子が受け継ぐ名。この者が魔が払いの一族である証。魔となりて魔を打ち滅ぼす一族。正隆や龍崎との戦いも見せてもらった。この者をのさばらせておくわけにはいかん。天才的な防御能力を持つこの男が確実にダメージを受けている。同じだ、あの時と2年前のあの日と。小僧、やはりお前は。やめ、小僧。愚かな女だ、お前は。また一人私に殺せというのか。無限とも思える気を持つ者ども、それは決してその人間の体内で生み出されたものではない。あるいは神、あるいは竜、精霊、鬼、呼び名は様々だが皆同じものだ。木や風に潜む人外の木。人はそれを操る者を魔と呼ぶ。魔は強大な力を持って無道の限りを尽くす。かつてのお前の兄のように。お前が殺したのだ、シン。この男も東道学園3年、ガオキシ総家執行部会長高柳光臣、参る。
なぜ止めないマヤ。本気になった三つ臣の前では小僧がいかにマガ払いの血を引く男でも今は相手にならん。死ぬぞ、間違いなく小僧は死ぬ。止めねば。分七、あっち、これすげえ熱だ。すぐ冷まさなきゃな。何、口の中から湯気まで吐いてんだよ、このバカは。今頃何しに現れた。お前が最初からタイの指揮を取っていれば。アホか、おめえが何もしなくていいっつうから俺は執行部に入ってやったんだ。それよりどこの世界の高校生だよ。殺すだのまだの、てめえら頭おかしいぜ。こんな可愛い一年坊をいじめんなよ、先輩。こそたく、こいつはよ、意識もねえのにおめえの殺気に反応してただけだよ。ほれ、俺みたいな善人にはおとなしいもんだ。なぁ。ドワーって、なんだてめえ、つけてやったんだぞ。俺はこれ、こら、殺すぞ、こら。やってた。三つ臣、噛むな、噛むな。誤解するでないぞ。わしは昔に帰る気などない。怪我さえなければ、わしがお主と戦っていたのだ。嘘だな。お疲れ様でした。さあ、警察は？表に何人か来ていますが、大丈夫でしょう。貸し切りのボーリング大会だと口裏を合わせるようにここの店員も脅しておきましたから。金は修理費も含め多めに渡しておきなさい。伊豆漬けから出します。神楽坂、三つ臣ならまだ上よ。あの人ったら断気しとけなんて人をパシリ扱いするのよ。失礼しちゃうわ。ひどい顔ね。一体誰に？別に負けたわけじゃないわよ。私ジュニア君と戦ってたんだけどさ。神楽坂さん、見せてあげますよ、本気になった僕の怖さもね。見えすいたフェイントね。バレバレだっちゅうの。ちょっと、どういうつもりよ。この子は私が最後までって。邪魔しないでくれる。勝負はついた、恥を知る。お前もまだまだだ、もっと強くなる。ってわけでさ、三つを見たら偉そうに。許せないわよ、この玉の肌をこんなにしてくれちゃって。何？会長、ボブと戦って、正孝君とも戦ってるのに、あんたのこのこ帰ってきたの？サイはね、平気よ、三つ臣だし。3分で型をつけるって豪語してた。このクソ野郎、会長に何かあったら殺すわよ。ちょっと何なの？クソ、あんな奴に三つ臣さんの身辺を任せるんじゃなかった。防波堤にもなれんのか。三つ臣さんなら一対一であればたとえ誰でも心配などしない。そう、一対一なら。いすずです。大丈夫ですか？撤収はほぼ終わりました。周りには誰もいません。分七に借りができた。あのまま続けていたら負けていたかもしれん。情けない。正隆には80人ごときでと言っておきながら、今の俺はわずか数分戦っただけでもう体が動かん。本気で怒っていたな、あの男。私に倒された正隆を見て。
正隆はあいつなりのやり方で強い仲間を手に入れてる。やはりあいつは高柳家にはふさわしくない。俺は親父に習わなかった。ああいうやり方は。あなたには私たち執行部がいます。あなたが死ねと言うなら死にます。少なくとも私や田上のような中核を担う者は皆同じ気概です。あなたは私たちの大きな力であり絆です。生きてください。私たちのために、ご自分のために、一日でも長くお守りします。私が全てをかけて。入ってもよろしいでしょうか。いや、もう行く。向こうを向いていてくれないか。はい。三尾さん、夏目真弥は強い人でした。あなたに会う前に彼女に会っていたら友達になれたかもしれません。そうか。私もマヤに会う前にお前に会いたかったよ。起きろ小僧。ったく、お主ともあろう者が不甲斐ないぞ高柳。どうじゃ、まだ起きぬか。見せてみよう。触らないで。どうしてボブもナッチャもこんなにボロボロになるまで戦わなきゃならないの。もしかして全部マヤちゃんのせいなんじゃないの。答えてよ。これは一体何の戦いなの。私たちはどうして戦わなきゃいけないのよ。だってあの会長ってのは結局マヤちゃんの元彼ってことでしょ。要するにただの超喧嘩ってこと。そりゃ入学してからこっちナッチャンたちもやりすぎてたかもしれないけど、マヤちゃんたちと関わらなきゃこんなひどい目には遭ってなかったんじゃないの。私だってよう、話しちまえよ、全部。おめえと三つおみのことを全部。元彼だの、恋だの、そんな生あったけえもんなんかじゃねえってことをよ。三つおみは、二年前、わしの兄を殺した。試合と呼べるようなものではなかった。ただの殺し合いじゃった。兄は負けた。そして死んだ。兄。そして三つおみもまた、その時兄によって殺されたのじゃ。何？まだ死んではおらん。じゃが、それだけだ。あやつには、目的のために手段を選んでいる時間は残されておらん。そしてわしにもまた、時間はない。わしは、あやつが生きているうちに全ての決着をつけねばならん。こそ回りくどい話はやめてくれ。全部話してくれよ。俺たちにはそれを聞く権利ってのがあるはずだろう。よかろう。だが今はまずこのビルから無事に出るのが先決じゃ。話は戻ってからだ。ああ。時間にすればわずか30分足らずけれども、双方の怪我人は重軽傷者合わせて100人を超える戦いになった。兄さんが最終的に何を目指して執行部を作り上げたのか、この時の僕はまだよく分かっていなかった。でも自分が生きているうちに一つの答えを出そうとしていることだけは理解できた。銃剣部の脅威を改めて確認した執行部は結束を固め、明確な敵対意識を打ち出し、皮肉にも銃剣部の存在によって強固な一枚岩の組織へと成長していく。この日僕らは負けた。たった5人の僕らは200人を超える執行部よりも
バラバラな子に過ぎなかった。